なにずれるのは僕もあんまり経験なかったんで、かなりあのみんな演奏白熱しちゃったんで曲が長くなってたんだろうなと、いい意味でね、いい意味でよかったと思いますけどね。はい、キーボード、いや、やっぱキーボードはバッキング始めちゃうと休むわけにもいかないし、労働基準法違反なんじゃないかなって思ったんですけど、それって俺らの曲のこと言ってない？いや、そんなこと言ってない。いや、でもそういえばあのベースバトルの時は本当にモニターちょベース落としてもうベース切ってくれなんて、もう切ってますよなんて、でかいじゃないかなんて、あ最後のあの横当てのモニターですなんて、俺はどうしたらいいんだ。びっくりしましたね、本当にもう慣れるまでどうしようかあれ以来耳鳴りが止まんない。全部仕掛けはナルさんなんで。え、嘘つけ。ほんとほんとほんと。そうだっけあれ、うん、あの打ち合いとかはね全部そうですよ。そうだっけ、うん、でもちゃんと答えてくれるからすごいよね。やっぱね大先輩仕掛けするわけにもいかないですからね。これは仕方ない。打たれたら打ち返せでこう打たれてる。でも仕方されたら悲しいだろうね。あれね、そうでしょ。ねえ、そう思う。そうだね、はい、もうね、もうストー君がねほとんど真面目に全部弾いてくれたんでね。俺は横でプーンとかねとパーカッションあったりしてすごい楽だったわ。偉い歌手だよ本当にね。なんてこと言うんですかね。そんなそんな。いや本当にね、前あの S さんっていう初代のカシオペアさんとツインベースとかよかったんですけども、あいつもいい加減ですから、うん、2人して誰どっちか弾くだろうと思って2人して弾かない時とかあるんだけど、ストーフ君の場合は必ず弾いてる。弾くなよお前って言いたいぐらい弾いてるんです。いや、弾くなよお前って言ってくれるじゃん。あそうか。そん時あそうか。よかったよ、ね、本当ね。でもユニゾンするとこはユニゾンでねずっとやってて、でナズさんがエフェクトをかけた音にしてくれて、それでこう2人でこうなんていうんですか、全く同じにならない音とかね、いろいろしたりとか、でパートパートでソロパートでバッキング1人ずつにこう分かれたりとか。あなるほど、ね、やっぱローでローが2つってのうるさいもんね、なんかうまくいかないとな。そうですね、うん。確かにさ、この2人の圧巻だったよね、今回ね。見に行っちゃったんだけど、もうリハーサルの時もすごい盛り上がったの、ね、毎回なんかさ、面白かったけど、あれだけだけどサウンドが一致するっていうのは普通あるの？いつの間にかなんか決めまで決まっちゃってね。いつ決めたのみたいな。神保さんが初日のリハーサルの時にこう1枚の譜面を持ってきてください。ああそうなんだ、ほんのペラの先手必勝ってやつだな。いやいや、押し入れようって気はないですよ。いや、これだけね、ピカシャブドラマ2人とも珍しいよ、うん、すごいね、1個だよね、1個に聞こえちゃってるんですよ。いや、本当にね、すごく良かったよね。幸せでした。幸せでしたね。で、あの実は今年こう2人でユニットやろうっていう話が盛り上がってて、素晴らしいな。ユニット名がシンクロナイズド DNA っていうんです。一つよろしくお願いいたします。それはスマンディングでしょ。いやでもなんかこう変に意識しなくてもこう一体化するっていうかね、あの則武君とやらせていただいてとっても私は楽しかったです。まあ、うん、まあ、いい話だね。伊藤さんどうですか、急にバックにしてソロ組んで気持ちいい。いや、俺もうやめようかと思ったんですよ。もうだってこんな音圧の中で吹くことってあんまりないしね、こっち生楽器だしね、相手はこうやってつまみこうやってあげればね、音量上がるような楽器多いじゃないですか。でドラム2人もいるしね、後ろにすごいのが厄介でしたよ。相当これ一番盛り上がったところでさ吹くことが多いんだよね俺って。なんかもうその勢いだけくださいみたいなさ、もうみんなカーッとかなって言ってもゴーッ
ーとか言ってる上になんかやれって言われたってね、それはねきついもんがあるよ、もう血だらけになるんじゃないかと思ったからね、もうもうストーちゃんにだからもうどこまで吹いたら終わるのか分かんないから、最後の4小節になったら横でわーって叫んでくれるとか言って叫んでもらったのはいいんだけど、2小節でもう終わっちゃったりなんかしてた、しまった4つだったとかそれも分からなくなるぐらい大変なところで吹かされてましたけどね。でもなんかこれがきっかけになっていろいろなんかこうまた新しいことを想像できる感じっていうのはなんかありません？あのそうですね、結構ねあのお互いの曲をこうみんなで一緒に演奏するってことでこう別の風がこう吹き込んでくるようなとこあるじゃないですか、うん、だからそれがすごい面白かったし ね、だからで蓋開けてみたらすぐみんな同じ曲になっちゃったりしてそれはないかいい話すんのかなと思ってある種さ、これか経験しちゃったらさ、なんかこのメンバーじゃないとなんかつまんないっていうところもなんかあったりするよね。打ち上げがな。打ち上げ。